は一体何やろ、開けたらいけないものかもしれないし、子供たちだけでもないでしょ、ドア開けてみることにしたんです、うん、さっきまで誰かが使ってたんじゃないかっていう生温かい水滴がピチャッピチャッって垂れてたんですよ。これ何やったんやろうな。はい、どうも吉井です。階段を浴びる会、今回のゲストはですね、吉井正夫のこと誰やねんと思ってる方いらっしゃると思うんですけども、僕と一緒ぐらい誰やねんと思ってる方いらっしゃると思うんですよ、ね、イルマ国際宣言西田どら焼きです。お願いします。よろしくお願いします。僕ね、はい、いろんな後輩いる中で、後輩の階段の中で一番好きな階段喋るのが西田でして、後輩で言ったら一発目のゲストはもう西ドラで決定。いいですよ勝手に。まあ、お笑いファンやったら入間国際宣言の漫才を見たことあると思うんですけども、ネタはともかく、はい、俺西田の好きな階段がありまして、はい、なんかちょっと変わった体験の話とか人から仕入れてる話が結構ね特殊というか、うん、ちょっとじゃあいいですか。いや、ちょっともちろんちょっと話させてもらいたい。ちょっとお願いします。ちょっと俺も忘れてるからめっちゃワクワクしてる。僕のこれ先輩の話でして、でこの先輩が子供の時にいつもこうお盆とかお正月になったら田舎のおばあちゃん家の家にみんな家族で帰ってたんですって、うん、でその田舎のおばあちゃんのお家っていうのが、まあ、田舎にある大きめのお家というか、まあ、よくあるような大きめの昔からあるお家、その2階建ての大きいお屋敷だったらしいんですよね。でそこに、各こう田舎から行っていった兄弟家族とかがみんなお盆とかお正月には集まってみんなでこうどんちゃん騒ぎするっていう感じだったらしいんですけど、普段はそこのお家におばあちゃんが一人で住んでたんですって。おばあちゃんが一人、はい、っていうのももう何年か前におじいちゃんが亡くなりまして、で、まあ、その以前にこういろんなこう兄弟たちももう上京したりとか家から巣立っているので、おじいちゃんとおばあちゃんで大きいお屋敷に二人暮らしだったんですけど、まあ、おばあちゃんがしばらくずっと一人でその大きいお屋敷に住んでたっていうんですよね。まあ、ある時、まあ、連絡が入って、まあ、というのもこのおばあちゃんが一人でその大きいお屋敷にずっと住んで管理してたもんですから、まあなんかこういろんなことが積み重なってですね、そのおばあちゃんの家をこう引き払わなきゃいけなくなってしまったんですよね。とは言ってもこの大きいお屋敷ですから、昔からのこう家財道具とか荷物とかいろんなものがずっと置いてあるんですよね。でそれをまあ引き払うにしてもこう全部こう自分たちで整理して処理しなければいけない。でそのために家族がみんな集まってそれをすることになったんですけど、じゃあこの大きいお家のいろんな荷物を整理していこうってなったんですけど、子供たちはみんなこの2階の荷物を整理するのを手伝ってくれる、この2階の部屋っていうのが階段をこうまっすぐ上るとまっすぐにこう長い廊下が続いてるんですよ。この長い廊下の先に押し入れがあるっていうんですよ。でただこの押し入れには何が入っているかとか、まあ、子供たちも分かんない、おばあちゃんがそこに出入りしてその押し入れから何か荷物を取り出しているのを見たことがないっていうんです。でただ子供たちも含めて大人たちも2階の廊下の突き当たりには押し入れがあるっていう認識はみんななんとなくあった。みんなの思い出の中にあれなんなんやろはある。そうですね。でこの木のドアをギーッと開けたんですよ。でこの木のドアをギーッと開けたら押し入れの一番下から一番上までギチギチに新聞紙が詰まっているって言うんですよ。なんかおばあちゃん廃品回収にも出さずに、まあ、まとめて処理をしようとしたのかわからないですけど、まあ、とにかくこの押し入れにギチギチに詰まった新聞紙ブロックをですね、でバケツリレーみたいに子供たちによいしょ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 って後ろに流していったんです。でこの僕の先輩っていうのはこの親戚の子供たちの中では結構末っ子の方だったので、まあ、後ろの方でバケツリレーに参加してこう回していくんですよ。でよいしょよいしょよいしょ回して、まあ、いつまでたってもこう新聞紙のブロックが流れてくる、まあ、すごい量の新聞紙を入れてたんやなって思ってたらこの流れがピタッと止まったんですよ。あもうそろそろ終わったのかなと思ったらこう親戚のお兄ちゃんお姉ちゃんたちがお尻の前でボーッと立ち潰してるんですよ。この新聞紙をどかしていったらですね、どうやらこの今まで押し入れやと思ってた空間の概要が見えてきたんですよ。ほう。でこの新聞をどかしてみるとこの押し入れの中に
もう一個ドアがあったんですって。今まで押し入れやと思っていたところにギチギチに新聞紙が詰まっていて、この新聞紙をどかすと、この先にもう一個ドアがあったんです。これは一体何やろって。みんなでちょっと怖くなったんですけど、好奇心が勝ったんですって。開けたらいけないものかもしれないし、子供たちだけでも内緒で、ドア開けてみることにしたんです。で、このドアに手をかけて、ガチャッと開けると、真っ暗の空間がそこに広がってるんですけど、みんなでその空間の中に入ってみたんです。だんだん目が慣れてくると、どうやら8畳ぐらいの何にも置いてない空っぽの部屋やったんです。はあ、今度このだだっ広い何にもない部屋のこの先にももう一個ドアがあったんです、これはさすがに何やって、でみんなでこのドアの方に近づいていくと、古いねアルミのドアやったっていうんですよ。で、まあ、一番上のお兄ちゃんがドアノブに手をかけてガチャッと、鍵もかかってないんですよ。鍵もかかってないこのドアガチャッとひねってギーって開けたら、なんかカビ臭くて湿った空気がファーって抜けてったんですって、顔の方でゾッとしたら、大人がやっと一人入れるぐらいのこう狭いスペースなんですって。でこれは何やと思ったら、自分の頭の少し上ぐらいのところにシャワーがついてて、このシャワーの先からさっきまで誰かが使ってたんじゃないかっていう生温かい水滴がピチャッピチャッって垂れてたんですよ。でギャーってなって、みんなで子供たちで飛び出して、うわーって逃げて、なんやれってなったんですけど、なんかこれ大人たちに言ったら怒られるんじゃないか、子供たちだけの秘密にしたって。でそれからそのまんまその家も引き払って、でおばあちゃんも、まあ、そのまま亡くなってしまってですね、まあ、それでも家族の集まりはありますから、あの時のこう親戚の子供たち、それから大人たちも集まって、まあ、あの家族の集まりなんかある時に、不意にその時の子供たちが思い出して、そういやさ、昔あのばあちゃんの家みんなで整理した時に、2階の押し入れの先を俺たちが見ていったんだけど、あの部屋って何やったんかなって、そういう話に子供たちはなるんですって。でも、おかしいんですよ。あの家って、もともとおばあちゃんとおじいちゃん、そしてその2人の子供たち、だから大人たちですよね、親世代が住んでいたはずなのに、親世代はその押し入れの先の部屋の話を何も知らないんですよ。そんなとこはなかった、あそこはただの押し入れや、みんな親は言うんですって。おかしい。でもあの時あの先を見た子供たちはみんなその記憶があるんですよ。であれは子供たちだけが見た幻なんか、いやそんなわけないし、でももう今更確かめる術もないっていう、何やったんやろうなっていう話なんですよね。これさ、いろんな仮説が立つやんか。そうなんですよ。いろんな、例えば昔、ほんまの昔に差別的なことを受けた人を入れ込む牢屋的なものやったんかな、とかっていう説が例えば立ったとしても、シャワーって一発目絶対水が出るから、ついさっきまで使ってなかったらその熱いは出てこうし、そうなんです。じゃあその人間はどこに行ったのかってのもあるし、で開けた時に暗い段階で目が慣れてない8畳の部屋のところで、はい、もしかしたら、はい、慣れへん間にガチャって出て、はい、どっかに潜んで逃げたかもしれんしとかも思えるし、考察するとすごい怖くなってくるんですよね。でこれがまたもしおばあちゃんがいらっしゃれば、おばあちゃんだけが知ってる誰かがずっといたのかもしれないとか、この話をいつかどこかでした時に教えていただいたもう一個の仮説は、はい、昔の日本家屋にはあの水子の霊を供養するために多く部屋を作るっていう風習があったところがあるそうなんですよ。でまあ、今みたいにこの出産とかその分娩の技術が発達してなかったものとかって、まあ、その水子になることっていうのが今よりも多かったと。その子がもしうちで同じように大きく成長してたとしたら、この部屋に住まわしてあげるべきだっていう意味で1個部屋を多く供養するための部屋を作ってるっていう風習が、文化があるエリアが結構たくさんあったらしいです。でもしかしたらそこの水子の霊を供養するための部屋だったんだけど、
まあ、そこを使わなくなって、まあ、おばあちゃんの中で何か気持ちがあったのか、そこの部屋をもう使わなくなった、うん、でそこを押し入れとして何かこう封鎖しちゃって、うん、そのまんまその水子の霊がそのまんま大きくなって成長していたのかもしれないねっていう話をされて、妙に腑に落ちたんですよね、それ聞いて。だからもしかしたら新聞紙を溶けたらあかんかったんかもしれんしね。そうですね。でその新聞紙が古ければ古いほど、いつからそれできてんやろうとか聞けたやんか。そうなんですよ。これ何やったんやろうな。はい。めっちゃ含みあっていい話だったな。ありがとうございます。なんかもやもやするというか、はい、なんか子供の時にこれ何やったんやろってみんなめっちゃあるやん。ありますあります。それとかがめっちゃ引き出しに入ってくるというか、はい、お互いが好きなラジオの伊集院光さんの空の、のコーナーっていうのがあるんですね、はい、大好きです。でそれとかに一回マジで投稿しようかなとか思った話じゃないけど、はい、今何分？17、18。いや喋らんでいいやんじゃん。喋らんと思う。いやめっちゃ気になる。別に何かお化けが出てくるわけでもなく、はい、一コアでもなく、はい、不思議ななんかいい話でした。そうです。ありがとうございます本当に。いやちょっと引き続き、はい、お願いします。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。